うずうずでは現在人材を募集しています。若者がうずうず働くためのサポートを一緒にしませんか？誰よりもうずうず働きたい方は概要欄をチェック。こんにちは、ひろさんチャンネルのひろきです。本日は面接難しいシチュエーション対決をやっていきます。よいしょ。どんな対決かというと、就活生の皆さんが一度はぶつかるであろう、こういう状況になったら面接の対応どうしようかな、困るなっていうシチュエーションをですね、今回参加してくれるうずうずのトップキャリアアドバイザーたちがこう乗り越えたらいいよっていうお手本となるような回答をしてくれる、そんな動画になっておりますので、きっと参考になるんで、ぜひ最後まで見ていただければと思います。それでは今日のお題なんですけれども、面接でよく聞かれる、うち転勤ありますけど大丈夫ですか？転勤ある会社なら聞かれますと。それは、はいはい、この質問に対して、はい、転勤できます以外の回答で乗り越えてください。転勤変の以外、はい、基本的にはしたくないという気持ちがしないという気持ちで、まあまあまあ、そうですね。積極的に転勤したいってあんま多くないけど、受ける会社転勤あるっていうケースってどうしてもあると思うんで、そんな時に、はい、転勤できます以外でどう乗り越えるかっていうところをぜひ考えていただければなと思います。はい、家庭の事情とかもろもろ作り込んできていいですか？作っても大丈夫です。はい、あ、それはあれなんですね。これでお見送りになったらいけないわけですもんね。お見送りにならないように、まず内定を取りに行くのが大事。内定を取りに行くのが大事。はい、視聴者の人が、あ、そういう切り口あるんだみたいな学びになると、確かに、もちろんもちろん、そのために僕らやってます。はい、はい、そうですね、はい、というふうな感じでやっていただければと思います。はい、よろしくお願いします。お願いします。転勤がある会社を受けてると、うち転勤ありますけど大丈夫ですかという確認質問はほぼ確実にされるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、もちろん転勤 OK だから大丈夫ですというふうに受けている場合には OK ですと答えれば良いんですが、転勤あるの分かってるけど本音では転勤したくないんだよな、どう答えようかなって悩む方すごく多いんじゃないかなというふうに思います。実際採用側はどういうことを思っているかというと、転勤ありの会社でも全員が転勤するわけではなかったりもするんですね。なんですけれども、絶対ないよとは言えないんで、入社後のミスマッチを防ぐために大丈夫ですという風な現地をしっかりとって認識のズレがないようにしておきたいという風なところで確認をしています。なのでこの質問で私転勤は嫌なんですっていう風になると、お見送りになる可能性が非常に高い質問になります。結構一撃アウトになる、そういうリスクのある質問なんですけれども、そこをですね、転勤しますとは言わずにどう乗り越えるかっていうのは皆さん結構気になるところじゃないかなと思うので、ぜひ動画最後まで見ていていただければと思います。私もどんな回答が来るのかまだ予想できないんで、すごい楽しみです。一緒にやっていきましょう。業界職種教えてもらえますか？大手飲料メーカーの総合職採用を想定してます。いきます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。弊社はですね、転勤があるという形になるんですけれども、転勤とかは大丈夫そうですか？転勤に関しては正直したくないと思っているのが私の回答になります。結構明確な理由がありまして、はい、本当に御社が第一志望で一次面接から最終8次面接までたくさん面接させていただく中で、最初の頃はですね、御社の商品力っていうところが志望理由として進めさせてきたんですけれども、はい、今の私の志望理由が面接官の岡本さんと一緒に働くっていうところが一番大きな御社を志望する志望理由になってまして、面接を通してですね、会社の対する思いであったりとか、今後の展望であったりとか、若手時代のエピソードだったりとか、こんなビジネスマンになっていきたいって思いが非常に強くなっているので、本社の人事部の岡本さんと一緒に働くっていうところが私の熱い気持ちが出てきておりまして、なのでちょっと転勤はしたくないです。ありがたい話だったんですけれども、はい、今日初めて話してどこまでなったって感じなんですかね。今までの選考でも7次面接まで多分転勤のことって一応検証確認してると思うんですけど、はい、そうですね、はい、7次面接までは前回の佐藤さんとか6次面接の田中さんの面接官の方にも話していただいて、はい、もちろん大丈夫ですとお伝えさせていただいたんですけど、はい、今回の最初面接で岡本さんの方の話っていうところですね、はい、会社に対する思いのところがまさに自分がなりたい人物像だっていうところも、感じさせていただいたので、目指すべき人になるためには、はい、その人と同じ時間を過ごして同じ業務を行っていくことが近道かなと思っておりまして、うん、今の本当に正直な気持ちとしては、御社に入社させていただくことがもちろん一番大切なことは踏まえた上で、人事部で岡本さんと一緒に働かせていただければ一番自分の希望が叶うかなと思ってますし、うん、あとは長期出張に関しては日本全国どこまでも海外も行きます、うんうん、ただ拠点というかルーツとしてはやっぱり岡本さんの下で働かせていただきたいというのが私の気持ちです、うん、私もそうだったんですけど、はい、最初は結構営業に行って全国で働いてる、
芸能を知ってから移動で人事に行くとか別のところに行くみたいなのが結構一般的でして、はい、そもそも新卒がですね人事配属っていうのはほとんどなかったりするんですよね。はい、そうなんです。私もぜひですねという思いを持っていただける若林さん一緒に働きたいという気持ちがあるので、はい、だからこそまずは経験積んでからうちの会社の方も理解した上で採用になるっていうそんなステップを歩んでいただけるといいのかなと思ったりするんです。そういうのはいかがですか。であればですね、営業職で本社かもしくは近郊配属っていうことを希望しまして、はい、面接の冒頭でも聞かせていただいた現場営業時代の岡本さんのその苦労話であったりとか成長エピソードとかまさにそういったところからもっと学びたい気持ちが出てきてますので、うん、もちろん人事ではなくても営業でもきちっとコミットさせていただくつもりなので、うん、本社岡本さんのその人事部が3階だとしたら2階の営業部だとかもしくは関東圏とかで気軽にご相談に行けたりだとか、うん、指南いただけるような状況であれば非常に嬉しいなというのが率直な気持ちです、うん、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは本日の面接を終了いたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。就活キャリアの悩みを無料匿名無制限でプロに相談できるのはキャリアオン。 98% の相談が1日以内に返信がもらえるので面接前日の相談でも大丈夫。自分の知りたいことは検索でも解決できる。気になる方は概要欄をチェック。それでは志望業界の職種を教えてください。志望業界は IT 業界、職種はインフラエンジニアでお願いします。かしこまりました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。弊社がですね転勤があるという形なんですけれどもその時の方は宮間さん大丈夫そうですか。はい、正直なところなんですが将来的には全然できるんですけども、はい、今現時点すべての転勤っていうのところはあまりちょっと視野には入れておりませんでした。どういったご理由かとか伺ってもいいですか。あ、自分自身がインフラエンジニアの中でも、うん、特に今サーバーエンジニアをしたいなと考えていて、はい、興味を持ったきっかけとしましてももともとゲームサーバーを運営自宅でしておりまして、はい、自宅の中にサーバー機器とかかなりいろいろつないでおりまして、うん、かつその自宅というのもできるだけそこの運営をうまくするために、うん、ネットワーク回線とかが通りやすいような家っていうところで選ばせていただいたんですね。今現時点でそこはゲームを目的としているものだけではなく、うん、インフラエンジニアとして今後成長していくために実機に触れながら勉強しているっていうふうな状態で活かせているかなというふうに思っておりますので今すぐの転勤となりますと勉強ができなくなってしまいますのでしっかり勉強をするためにも今現時点すぐでの転勤はちょっとあまり視野に入れていないっていうふうな状態になっています。勉強するためにしっかり機器がある環境っていうふうなところです。おっしゃる通りです。そういう意味だとですねぜひご安心いただきたいなっていうふうに持っているのが拠点にですね一般の個人では買えないような最新のネットワーク機器をですね備えている研修場所もうエンジニアがいつでも来て触り放題だよっていう場所をですね備えているのでそういった形なのでどうしてもその勉強が学べないっていうよりかはむしろ会社に入っていただければ拠点ごとにしっかりとした設備があるのでご安心いただければなというふうに思うんですけどそういう点だといかがですか。ぜひちょっとそちらの最新機器とかも使わせていただければと思っているんですけども、うんはい、正直今の自宅の環境でなんで家に設置したかというとそれぐらいサーバー機器とかを四六時中いじっているタイプの人間でございまして、うんうんうん、自宅にそういった環境がなくなるとなりますと働いたから終わった後例えば就寝時間まで5時間とか4時間とかあると思うんですけど、うん、その間が勉強に当てられないというか、うん、実機に触れられなくなるとなるとエンジニアとして成長速度が著しく落ちちゃうんじゃないかなというふうに考えてまして、うんうん、なのでできれば自宅でも触れるような環境を今は担保したいなというふうに考えています。かしこまりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。志望業界の職種建設業界サブコンの総合職でやっていこうと思います。はい、お願いします。お願いします。これではですね、はい、弊社がですね全国に拠点があるので、はい、転勤がある形になるんですけど、はい、転勤とかって大丈夫そうですか。承知しておりまして、うん、ただですねできれば大阪でこのままやらせていただきたいなっていうふうには思ってます。理由とか伺ってもいいですか。御社を受けさせていただくきっかけになったのが大阪万博の工事だったりに関わられていることとか、うん、これからやっていく新大阪とか、うん、三宮の開発ってところに力を入れられているっていうところをお伺いしたことがきっかけになったんですけれども、はい、私自身は大阪出身大阪生まれ大阪育ちで、うん、学生時代フリーのお笑い芸人として活動したりもしていたんですけれども、はい、本当にこの街が好きで、うん、義理と人情じゃないですけれども、うん、建設業界の先輩方に聞いても、うん、東京と大阪で商談をするであったりとかお客さんとやり取りするって全然違うっていうお話も聞いて私自身の強みを生かすお客様との関係の作り方であったりとか大阪でいろんな活動してきたみたいなところで言うと大阪の方が活躍できて御社に貢献できるんじゃないかなっていうふうに思いますし、うん、これから大きくなっていく大阪の街っていうところにできれば関わりたいなっていうふうには思ってます、うん、そういった意味ですと、はい、すご
く宮城さんの気持ちとかも理解することができたんですけれども、はい、弊社のスタンスとしてっていうところなんですけど、はい、大事にしてるのはやっぱり若手にどん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 いろんな経験を積んで成長してほしいなというふうに思っておりまして、はい、今まで大阪でいろんな経験を積んできたからこそ、はい、別のお客様と一緒にこう触れ合ってものを作っていくという経験をすることは、はい、やっぱりこれから長いキャリアを見た時に大切なんじゃないかなとも思いますし、はいはい、それこそいろんな建築物を経験するからこそスキルを磨いて地元に戻ってものを作るってなった時に力がより発揮できるとか、はい、そういう広がりとかもあるんじゃないかなというふうに思ったりするんですけど、そういうのとかいかがですか？いろんな経験を積むっていうのはもちろん大切なことで、本社であれば建築っていう領域でいろんな建物を手掛けられているっていうのはもちろん存じているんですけれども、はい、おそらく東京だったりとかそちらの方に行けばもっといろんな開発のプロジェクトもあると思いますし、今だったら福岡とかあちらも今開発進んでいっていると思うので、うん、あるんじゃないかなっていうのは確かにお話をお伺いして思ったところではあるんですけれども、正直なところ大阪から出るのが怖いっていうのもあるのかもしれないです、うん、今お伺いして思いました、うん、他で通用するのかっていうのが分からないからっていうのはあるのかもしれないですけれども、うん、という意味で大阪で出たいなって気持ちは、うん、正直なところ強くあります、うん、はい、これがもう本音ではあります、はい、怖い気持ちすごく初めて外に出るっていうのはあるかなと思うんですけれども、はい、一歩を踏み出すからこそ社会に出るこのタイミングに出るからこそ、はい、もちろん大阪にならないところでいたわけじゃないんですけれども、はい、弊社だと本当いろんな各地から同期が集まって一緒に学んで、はい、これからどんどん日本の建物世界の建物を作ってよくしていこうっていうような思いで集まってくるので、はい、一人で行くとかそういうわけじゃないので、はい、仲間がいる状態で行けるんで、そういう部分とかもやっぱり毎日そういう不安な気持ち持つ人たくさんいたりするんですけど、はい、みんな乗り越えて出たりはするんで、はい、そういう部分とかも安心いただければなというふうには思うんですけど、その不安な気持ちがなければ別に、はい、他のところに引っ越すとかが絶対嫌だとかではないってことですよね。そうですね、はい、聞いてて楽しそうだなと思いましたかしこまりました、ありがとうございます。ありがとうございます、はい、それでは本日の面接を終了いたします。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、じゃあ皆さんお疲れ様でした。お疲れ様でした。一人ずつどんな感じだったか教えていただければと思います、はい、いやもう僕は面接官にいいお話していただいて転勤する人になってしまったので、もしこの動画見てる方が何か理由があってそう思っていたけれども、うん、すごいいい話というかいろいろ聞いて、うん、ここが変わったならば正直に伝えてしっかりと泣いていただいて、全国転勤、僕も転勤した身なので、はい、悪いことばっかりじゃないなって改めて思いました、うん、趣旨がそうですね、僕は難しい質問だしあるあるだと思うんですけど、うん、あえて新しい要素でちょっと転勤したくないですって言えるパターンないかなと思って思いついたやつでちょっと攻めてみたっていう感じです。何を言ったかっていうと、はい、今日話して岡本さんと働きたいと思いました。あー面白いなるほど、面白い。離れたくないですよなるほど。僕がやろうと思ってたことはサーバーの実機が今の家にあるので状況的にしょうがないというか、うんうん、かつこれで今僕は誰よりも勉強したいんだって意欲することでしょうがないよねと思わせるみたいなことを意識してたんですけども、正直ちょっとヒロさんからいただいた言葉で天気ありだなって揺らいでしまったというか、ちょっといや確かにそうだ、何言ったかというと、はい、勉強するんだったらうちどの視点にも最新の機器揃えてて個人じゃ買えないような勉強できるその場ネット機揃えてるから、はい、安心してもらって大丈夫ですよ。怖い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 触りてフィードバックをしたあと、はい、どうすればよかったのかを考えていけると思うんですけれども、はい、じゃあまず、はい、若林くん、はい、若林くんの切り口はね面白かった、はい、けれども8時面接って言ったんだよね。8時面接まで絶対転勤確認してると思って転勤有無の確認ってさ合否直接だから基本1時とかで聞かれる質問で、はいはい、このタイミングでひっくり返してきたパターンかというふうに思って、はい、それがあなたと働きたいからですっていうふうに言うときに、あ、そう思ってくれて嬉しいなっていう気持ちよりも大丈夫かなみたいなだってこの合ってる30分1時間で人生の選択を変えるという判断、今までの面接で言ってきた軸をガラッと変えるということをこの時間でするのってどうなのかなというのを思いながら確認していて、で、私もそうだけど、まずは営業やってからですよっていう風なフィードバックしたら、それでもいろんなアドバイス欲しいんで、資格がいいですっていう風に言われて、普通にメールとか電話とかでもできるんじゃないかなって思って。もはや。でもあんまりもうそういうのも言うのやめた方がいいんだろうなって思ってフィニッシュしたという。なんか危うさというか、不信感というかが。30分しかまだ話しないんだけど、みたいな。設定だな設定。どうしてもっていう理由のところに行かないとなんかあれってなっちゃうよね。だって
会って30分の話を軸にっていうふうに言われるとすごい納得感で難しいよね。いやこれそうめっちゃ難しいなと思って過去最高に難しいんじゃないですか。いやこれ難しかった、はい、補足で言うと大手飲料メーカーって言ったじゃないですか、うん、この話できたらよかったんですけどお客さん特に飲食店とか居酒屋さんとか行くんで、うん、なんかそれを岡本さんと一緒に行ってとかその飲みの場とかでもいろいろ仕事の話聞いてとかなんかそんなイメージを伝えたかったんですけど伝えてなかったんですけど、うん、それがあったとしても弱いっていうかあんまり決定打にならない。それだったら自然なのはそこまで思ってやったらいや僕絶対人事まで行きたいですし岡本さんの言い方の話もっと聞きたいんで営業としてめっちゃ頑張るんでその後とかこっちまでどこ行って戻ってくるんで飯とか連れてくれますかとかぐらいだったらなんかまだ分かるいいよって言いやすいで迷惑なやつ面白いなって思った勉強環境持ってるからっていうふうなところでその後にうち最新の機器あるからっていうふうに言った後も家とかでも仕事終わった後とかもやりたい触れる時間がやっぱ家に絶対ある方が長くできるしそれが自分の成長の第一だからっていうふうに言ったところはある納得感あったのね、はい、納得感あったんだけど一方でまず最初のところでちょっとあれって思ったのがゲームのサーバーが家にあるって言ってたんだよね。ゲームのサーバーが家にあるってことはゲームのサービスを運営してるっていうニュアンスになるわけじゃんね。インフラエンジニア、サーバーエンジニアみたいなの自分でゲームのサーバー家に持ってるぐらいとかってさ、それってゲームを作ってるってことなみたいな感じで多分その辺結構矛盾が多分発生する。ゲームを作るところまでやってて、そんなにサーバーとか全部揃えてるみたいな感じにしても、てかそれだったら AWS とかのサービスとか使った方がよくねみたいな、うん。なんでわざわざ実機で持ってんだろうとかだったら、その辺がなんかちょっとガチャガチャっとしてるというか、ーサーバーマニアですってなってんだったらそういう切り口で言ってくれたらね全然いいんだけどゲームのサーバーというところでんっていう風な感じにちょっと思ったっていう風な感じで公平は最終的に口説かれたもうねヒードアップもクソもないです結論受かるんだったら公平と宮間くんなんだよ。結局素直に懸念解消されたからいいですってなったじゃん。あじゃあいいなら大丈夫だねってなるから可能そうですってくれたら普通に受かるんだよね、はい、今回のお題からはどうなんだって感じなんだけど、はい、まずそうなったっていうこと、はい、で宮間くんに関して言うと転勤できないのあれだけどインフラエンジニアの仕事って言っても首都圏が1割8割残り大阪、はい、2、3割とかぐらいの比率だからでも別に東京配属できそうだしなみたいな感じになりうる、うん、そういう職種柄実際インフラエンジニアの会社でさ全国転勤あるとかが少ないじゃん。少ないです、うん、少ないですっていうのところだからまあまあまあどうだろうなみたいなところではあったんだけど、はいはい、っていう感じではあったんだよね、はい、そんな中でこの質問改めて思ったのがどう答えればいいんだろうみたいな。いやそうですね、今の時結局でも転勤できなかったら落ちるんだよねやっぱ基本的にはなんか方法あるかなっていう。僕1社目が同期100人で全国転勤あり方なんですよ、うん、東京配属が50人で2パターン転勤が免れた例が1パターン目が本当に大病をわざと経験があって定期診断が主治医がいてっていうところで真っ当なり、ね、確かに確かに確かに。でもう1例目が大きい企業で実業団みたいな形でプロの1個下のスポーツチームを持ってたんでそこの応援団とチアっていうポジションがあるんですよ。ホームにおらなあかんからか。そうなんです。でそこで大学のめちゃくちゃ有名な応援団の団長してましたっていうメンバーが私は本社で働くし応援団としてもやっていきますって話になって応援団はホームにしかないから転勤したかったりとかあります。そういうケースあるんだってすごい勉強になった、はい、今作れる理由とかじゃほぼほぼ存在しないのではないかぐらい本当にその場しのぎじゃ難しい。そうだね求人票に書いてあるもんね、まあ、そうですね。転勤ありって入社してじゃあ転勤してください嫌ですってなったらどう断れないですよ、ね、ことが多いね大体の会社で。転勤ありの会社だったらもう行くみたいな感じになる、はい、相談とかがないことがほとんどだね。決まってるってことだね。そうそうそうポーンって出ることが多かったりとか、はい、あとは基本第三希望とかなんないから大丈夫だよあ、はいはい、って言って書いた第三志望にズバンと行くみたいなのとかも全然ある。確かに転勤はいいけどすっごい田舎は嫌だみたいな人とかは第三希望とりあえず書くだけだからって言われても書いたら行く可能性あると思って書かない方がいいとかはすごいテクニックとしては重要。書いたとこには行きうるとは思った方がいい。一番はやっぱり転勤が嫌ならそこじゃないところを受けていくとか、ね、転勤がない職種を受けていくとかも一つ。あと僕もさっきこれもいいなと思ってたのが地元に根ざした商売とか昇流とか営業スタイルだったらとにかくもう私の地元とか一拠点目のところでとにかく地元の方々と関係作って自分のマーケット作って御社に営業として貢献したいんで場所が変わるのは私は望んでなくて一箇所でやらせてくださいとか
もちょっと思ったんですよね。ただあんま思いつかなくて、その商売例えば東京に拠点があって受け取られたら、東京で私ビジネスやってます、はい、これだけこういうクライアントがいて本社の商材を売るターゲットもすごい重なってます、うん、この地盤を生かして営業するからこそ本社の営業として圧倒的な成果絶対出せると思っているんで、私が採用いただくのであればそこに配属していただく方が本社の人のメリットがあると思います。私はやっぱり早期に結果を出して上に上がっていきたい、よりインパクトを見たくて本社が自分のビジネスじゃなくて本社のいいビジネスに挑戦したいと思っているので、そういう道出していただけると非常に嬉しいなと思ってますみたいなとかは筋としては通るけど、そんな人はあんまりいないです。そうです、再現性は少ない、相手にもメリット示せたらっていうところ、そうですね、何かそれが相手にもそういうメリットがあって、大手は機械的に足りないところに人を割り振っていくみたいな形になるから、個人の要望を、この人の要望を聞いて、なんであの人が聞かないのとかっていうふうになっちゃうと、統制が取れなくなるから、基本、行くってなったら行ってください、やめるから判断してくださいっていうふうになりがち。というふうな形ですね。いやでもすごい難しいお題だったけど、はい、でもきっと学びは確実に見てくれた方にあるんじゃないかなと思います。順位は1位。おー、2位。あ、おはようございます。ほだされちゃった。ルールがルールというふうな感じですかね、はい、2連覇です。すごい、2連覇か。よし、ありがとうございます。すごい、いやテンション上がってる。確実に実力がついてきた。いやでも絶対ね、経験で伸びてきてる。いやそうですね、もう本当になんか言葉じゃないですね。無料嬉しすぎて、なんか優勝してきますね、という感じになります。はい、見てくれた方の少しでも就職活動が前に進むきっかけになってれば嬉しいです。最後まで見ていただきありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。新しいパターンです。よっしゃー、ちょっと思いついたんですよ。新しいパターン、新たな感じ。笑いこれも必死でした。めっちゃ笑いそう。しかも70面接まで転勤ないパターンないけど。